まこなかです。トロピコ6のダウンロードコンテンツ第3弾、なかなかうまくいかないというか、お金がたまらないというか、そういう状況続いてるんですが、今やりたいのはこの自由度の幸福度、これを65まで上げる。もう一つはダイアリーを手に入れる。これを手に入れるにはスイスドルをなんか使えとか得るとか、そういうようなことすると手に入ることがあるんだろうというようなことを考えているのですが、それが細かくどうすればいいのかちょっとよく分かってない。いずれにしろお金もある程度稼ぎつつ、そのあたりうまく条件目指して進めていきたいと思います。さて、今一つクエストをクリアしたら、さらにオプショナルクエストということになってます。カスタムオフィス一つ作って、カスタムオフィスをリサーチやって、なおかつウォークモードを変える。でそれ6ヶ月やるとまたバンクがもらえる。これはブローカー絡みが汚職に絡んできてるとか、そんな感じでいいのかな。ならばカスタムオフィス無料で手に入ったので、これどこか置いておきましょうか。The people of Tropico, that life is better on our archipelago than anywhere else on the planet. さて、もう一個オプショナルクエスト、アシュラムを持ってその後何かをやれとなってるんで、ファクションリーダーを。このあたりを理解できるかどうかでまた状況が変わってきそう。このインスティチューショナイズ、これがちょっと分かんないかな。少なくともファクションの中でファクションリーダー、ファクションの中のファクションリーダー、これがローエスト、支持率が一番低いものを何か白になってるんだけれども、今現在の支持率が低いのはこれか、32。これを多分これやれってことだと思う、一番下だけれども、コートハウスで何かを作った後に、コートハウス、これで多分何かをやるんでしょうね。コートハウスで何かやった後にさらにもう一個行動を踏んで、さっきの一番支持率の低いファクションリーダーをインスティチューナライズかな、ちょっと読み方が分かんないけど、あれをすれば多分良いんだと思うけど、だがあっさりと、まあ、簡単に翻訳すると制度化するとかね、そういう意味合いになってるので、もうちょっとちゃんとした辞書で調べればまた別なんだろうけど。さて、これ敵がやってくる、全部上げていきましょうか。で今上の方走っていってるね。まあそこまで多くないのでこれは大丈夫でしょう。2部隊かな、だが別角度から来てる可能性もあるけど、今のところそんな心配はない。まあ、ちょこちょこと火災はあってるけれども、まあ、それでもなんとかなってるんで、今のところ反乱は恐れるほどではない。さて、ここ立ったね。これで多分何かやるんだと思うんだけど、悲しいことにその何かがまだ把握できてない。あの施設を建てた段階でコートハウス、まあ、法廷だよね、法で裁く場所、そこを得たことによってこれができるようになっている。でこれをやって、まあ、アシュラムに送り込むんだけど、それをすることによってどうなるか、どういう変化があるか、この辺り見ていきましょう。また今自由度が結構減ってますね。反乱が起きたのでその辺りで自由度、これ今運ばれてる、あ、これ結構反乱多いな。これ注射器持ってこれ運んでるのか運びに行ってるのか分かんないけど、うん、船に乗ったのかな、いや違うな、これ、あ、捕まえてるね。さてどこまで行くか、うん、なんだろう、いろんな動きしてるけど、うん、多分これファクションリーダーの情報が今表示されている。いずれにしてもここなんとかなるかどうかが
ちょっと厳しいのかな。いやー、結構ここまで来るまでに長い時間お金稼ぎとかをやってて、ようやくそこら辺がうまくいったところなんだけど、あ、まあそれでも勝ってるね。だがまた今後どうなるかはちょっと難しいところ。ちょっと人数だけは増やしておきましょう。ここら辺もお金一旦減らして、そろそろ軍事施設またそばに作らないとダメかもしれないけど、そうすると多分自由度が減ってしまうんだよね。さてこれが達成できるかどうかが一つ分け目となりそう。まあだが自由度を優先してあげていくという手もあるので、もうお金も十分になってきたので、いやでも本当今まで厳しかったけど、動き出すとね案外あっさりと問題がなくなることもあるので、うん、これだね、さっき運んだ多分アシュラムって構成施設とかそんな感じだと思うので、考えを改めさせるね。そんな施設じゃないかなと思うんだけど、まあ、それを一つやったことによって今条件達成となっています。さて次はこのカスタムオフィス、まあ、何かリサーチ絡みでやれと、これはリサーチでカスタムオフィスやり終わったので多分やり終わってるはずなので、このカスタムオフィスで6ヶ月間スペシャルタックスに変えろとなってるので、これに変えておきましょう。これスイスバンクにお金が入ってくるというもの。これを6ヶ月間やればまたイベントが進む。でこのゲットザダイアリーのちょっと条件が今のところ分かんないんでね、スイスフラン使ってけっていう話になってるんだけど、あーそれでなんか今できてるかと言われると何もできていない。だが余裕ができたらこの辺りどんどん使っていって、変化がないかねまたやっていきたいと思います。なんとかうまくいってるものの、今この支持率がゼロなんでね、これは原爆をね使ったので、ニュークリアテストをやったので、これをやったことによって今全部下がってしまったかのような状況だが、時間とともに解決すると思うので、そのあたりは放っておきましょう。今カスタムオフィスのクエスト終わりましたね。うん、これでバンクが無料で手に入る。だが多分またバンク絡みでこういう風に出てくるので、まあだがここら辺はそこまで頑張ってやらなくてもいいのかなという気はする。まあ所詮オプショナルクエストなので、これをやってってもクリアにはならないんで、だがクリアする過程でやっていくことによって多分いい方向に進むんでしょう。ということで今回はこれで終えたいと思います。なかなか進んでませんが、それでも徐々にではあるものの進展があるようなね、これ大体1時間半ぐらいやってようやくお金回りが良くなって、今大体12万ほど持っている。この状態が続くのか、また反乱がどうなるのか、また次回以降ご覧いただけたら幸いです。ではでは。